おい、一条楽。貴様まさか、その程度の問題も解けんのか？おい、何をしろしろ見ている？ちゃんと話は聞いていたのか？なんでずっと俺についてくんだ？月、超絶フェイントかけても 100% できやがる。そうなんだ。でも不健康なのはダメだよ。ゲームは1日1時間。それに雪の下さんと由比ヶ浜さんに怒られるよ。僕も部活があるから全部は手伝えないけど、でも人手が必要になったら言って、テニス部みんなで協力するよ。最近ほんと忙しくて、たくさんヒット作を抱えちゃったから、昨日もその前も2時間しか寝てないんですよ。いいんじゃないですか。職業作家さんなら普通の理由ですし、それがやる気につながるならこちらとしては何だっていいんです。あ、先生のやる気を出させる材料がもう一つありまして。何をいきなりわけのわからんことを。ちょ